いただいています。翡翠ユニットです。今年で7回目の出演になります。毎年2個や他の伝統楽器ギターなどでジョイントし演奏をお送りしてきました。今年は2個、林悦子さん、はい、林悦子さん、はい、林悦子さん、そして林隆邦さん、ありがとうございます。はい、そして石坂真由美さん、本日はこちらの3名で皆さんに曲を披露させていただきます。台湾の歌や知っている曲の演奏をどうかお楽しみください。それでは皆さん、翡翠ユニットを拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、チャパーアウェイ。では1曲目は台湾の曲の方便ズムーンという川沿いの春の夢という曲で演奏します。これは台湾に淡水川という川があるんですけども、そこの川で男女の愛を表せない、表現できない憂いを描いた歌の曲です。お願いします。外に出る
はい、ありがとうございます。ですね、私の両親は台湾人なんですけれども、ですね、私の両親の、人生と、あと、日本で霞が関ビルを設計した角森院さんという有名な建築家の方がいるんですけども、日本に来て台湾の方で日本に来ていろいろ活躍された本を、書かれた方がいらっしゃいますので、ちょっとご紹介したいと思います。本の著者の方が今真島久美子さんが今日来ていただいてます、ちょっと真ん中に来ちゃった。タイトルがですね、志は日体の空高くという本のタイトルで、私の両親は建築の仕事をしてたんですけども、真島さんのお父様も鹿島建設で建築の仕事をされてて、そこの鹿島建設が霞が関ビルを設計した関係で、その霞が関の総監督が角森院さんという方が台湾出身の方がされて、それでこの本はいろいろ台湾の方で日本に来たいろんな建築関係の方とかの活躍された方たち の本の内容も紹介されています。で真島さんもともと漫画家の方で、作家さん で、お見合いの達人という本も書かれていて、それがドラマ化されています。で、この本 の魅力的な何かポイントがあれば。すいません、真島久美子です。この本の面白いところというのは、皆さん日本人で台湾に行って台湾で活躍された日本人技師というのは何人もご存知だと思うんですけれども、実は台湾の日本語世代の方ですね、その方たちが日本に来て、例えばその林珠子さん、林悦子さんのお母様ですけれども、この方は高齢化社会を見据えてバリアフリーという考えを日本に初めて持ち込んだ方ですし、お父様のエージェンさんは角森さんの片腕となって日本と台湾でいろいろなその超高層ビルを建てた、両方とも地震国なんですけれども、そういうことをいろいろ考えて新しい技術を開発されて頑張った方たちですというところが画期的だと思いますので、どうぞご覧ください。でちなみに、本は1870円なんですけれども、今回は70円切り捨てまして1800円で販売いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すごく、ね、読みやすくてちょっと小説のような感じで、私も自分の両親のことがこんな風に書いていただけるってすごく嬉しく思っているんですけど、よかったらちょっと手に取って見ていただいて、もしよかったらご購入ください。はい、じゃあ、はい、では続けて次の演奏はひまわりというバイオリニストの葉加瀬太郎さんが作曲した曲で、NHK の鉄板という連続テレビ小説朝の朝ドラでのテーマ曲演奏されている曲です。
次はあのチーホアタイという菊の花のテラスというあの台湾の歌手で俳優さんで有名なジェイ・チョウが作曲した曲で、これは映画の王妃の紋章というあの映画のテーマ曲です。はい、お願いします。表現した2個の曲を演奏します。最後に馬の稲垣が出ますので、お聴きください。